駅で待ち合わせの。違うよ。あ、だからそこら辺のピッと俺その辺アパホテル違う。危ない。その辺でいいよ、なんとなく。はい、おい。お？よし、今日は赤坂来ました。今日はナバナさんたちと集合で、赤坂の行きたかったサウナ施設のサウナリゾートオリエンタル、あった、ここだ。そこの中に入ってるサウナに行ってみたいと思います。で、今日はそこでね、集合。もう多分ね、来てるんじゃないかな。行ってみます。で、サウナは2階で。前確かにじゃじゃん、おい、ナバナさんとデラ君集合、はい、じゃじゃん。あそこで汗だくなっちゃうもんね、あのロッカーででしょ。よし、あ、ここ送んないと、ノイさんに。そうだね、開いてなかったら、ほらちょっとすみません、予約してないんですけど、入りますか、4人。ロメ様、はい、お席置いてきました。はい、ただいまご用意いたしますので、ちょっとこちらでお待ちください。こちらってあれですか、はい、新宿にあるお店の仲間ですか。新宿武蔵、新宿御苑の武蔵の、はい、はい、あ、じゃあ同じ系列です。同じ仲間でした。はい、よろしいですか。はい、はい、ただいまご用意いたします。はい、はい、お疲れ様です。飲みさんいないけど。飲みさんいただきます。お酒に。じゃあ、お疲れ様です。ようやく4人集結。こうじゃね、取れないのに。言えない。敵かなんか。ここが根っこなんだ。これがベースになってるの、実は。いただきます。これね、シャーブシャーブ、そんなに何でも船の分がなくなっちゃう。いやいや、そのまま、おかわりでしょ。追加できます、追加できます。自由です。これで梅いってほしいんですよ、梅。あ、ちょっとね、おつゆ入れないとダメなの、うん、このおつゆがめっちゃうまいから。葉っぱごといくんですよ、ね、ちょっとみんなもやって。はい、梅さん行きましょう。2時間です。ほら、これ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 、うまい、これ、あ、うまい、うん、まあ、そうですね、ほら初めてのしゃぶしゃぶ。のびさん、これなら食えるとこれ、これ、これ食える。じゃ、これ行こう。あ、空いてる空いてる。じゃあ、行きます。はい、時間待ってください。あ、乾杯します。はい、はい、じゃあまずドノーマルいきます。ストックなんで。うまい。これ初めて食べるラーメンの味だな。デラ君これ飲んでないでしょ。うん。じゃあ飲んで。飲んだ、社長。ちょ、サウナ60分、60分。いやもうね、お腹いっぱいで入りたいのは山々なんだけど。じゃあ生菜さんたちはあっち。え、こっちなんだっけ、こっち。そう。明日じゃあ何時集合ですか。9時半に。高橋さん、ここから15分ぐらいで着かれるかな。じゃあ僕そっちで。また明日。また明日。気をつけて、高さん。おやすみなさい。OK。さよなら。撮影です。僕らはサウナです。じゃあ、はい、デラ君とノミさんは YouTube 撮ってるんで、僕とナバナさんはまた、はい、今日もここで、じゃじゃん、仕事をします。行きましょう。今日はサウナの日です、サウナの日。これすごい、こっからだとナバナさんあれだね、中国大使館の中見えますね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。気をつけて。じゃあ飲みさん明日。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ナバナさんたちは帰りました。のみさんはね、もう今岐阜に向かいましたね。で、明日もですね、岐阜で、YouTube の撮影の仕事があるんで、のみさんはもうそのまんま家に帰らず岐阜へ向かっていったんですけどね、僕はまた明日朝行こうと思ってるんですけれど。でね、今日ね、ナバナさんともね、ずっとサウナの中でいろいろね、 YouTube のチャンネルの
の話を、運営のね話をしてたんですけれど、やっぱりね経営者の人たちにこの話はちょっと聞いてほしいんですけれど、社員の人たちがちゃんとねこう YouTube を撮る時間とか、まあ、編集することを自分たちでやってる会社だったらそういう編集する時間を確保してあげるとか、そういうことをねちゃんとやってあげないと、これってなかなかね僕らみたいにこうやってね撮りに行くパターンだろうが、自分たちで全部やるパターンだろうが、トップの人たちがそれを見守ってあげる環境をね整えてあげないと、これなかなか難しいなっていうね、これがね実は上手に喋るとか、上手に撮影するとか上手に編集するとか、そこら辺のこうテクニカル論の部分よりも実は一番重要なのってそこなんじゃないかなっていうね。社長一人でやってる場合はだから別ですよ、自分で時間作って自分でやるだけですから。でもね社員がスタッフの人たちがやっぱりもう複数名になってくると、例えばねよくある聞く話はなんとかくんとかねなんとかさんは YouTube のなんか撮影とか編集とかそんなことばっかりやってて、で、なんかそういう絡みの例えばご飯おいしいもの食べに行ったりとかねそんなことばっかりやっててずるいんじゃないですかみたいな、少なからずそんなような話っていうのもやっぱり聞いてるとねいろんな会社の中で出てくるんですよ、ずるいなみたいなね。そうするとその頑張ろうとしている担当の子がやれなくなってきちゃう、やりにくくなりますよね。だからねそういうのもねやっぱり会社のやっぱりトップの人たちがそういうことをやりやすい環境を作ってってあげないとなかなか難しいので、僕はね YouTube でその YouTube だけに限らず、まあ、他の SNS 関係もそうなんですけれど、ちゃんとね経営者の方々がその担当の人たちを見守ってあげて社内で総入れができる時間を与えるっていうのが僕は成功の一番大事なポイントなんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんとなくで手が空いた時にやってよとかねやれよとかね、そんなのはね絶対うまくいかない。特に本当にインスタとかと比べてみてください。 YouTube の編集とかをもしね自社でやろうとしたら10分ぐらいの動画が5時間後にもう6時間も時間かかるわけですよ。そしたら普通の業務できないわけじゃないですか。そこがねなんか分かってもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思います。新しくできたカフェ西麻布のという感じで、今日はこのぐらいにして明日また岐阜へ行ってみようと思います。では。